皆さんこんばんは。土曜日の9時になりました。本日より不定期でためにならない今週のまとめをお伝えしていきます。まず最初に女の子フェスの開催です。パズル&ドラゴンズがこの度日本国内4600万ダウンロードを突破したということで、パズル&ドラゴンズは女の子ガチャを開催する女の子ガチャを開催することを七夕の今日発表しました。対象となるキャラクターたちにはゴッドフェスの対象モンスターである風神、雷神、さらには様々な季節ガチャで登場していた風紀委員長アテナや特待生イシス、図書館の管理神カーリーなども含まれるようです。また日によって対象のモンスターの的中確率が変わると記載されており、女の子ガチャ初日では聖堂の女主神カーリーが超絶アップとなっております。その他の日程はこちらです。またこれに伴うのか、さまざまな季節のスペシャルダンジョンが復活するとのことです。お正月ダンジョンやクリスマスダンジョン、私立パズドラ学園などですね。私もできることなら私立パズドラ学園に入学したい人生でした。続いてのニュースです。7月より毎月変わるクエストダンジョンが登場しました。専用のクエストダンジョンをクリアすることでクエストから報酬を受け取ることができます。1ヶ月間の長期スパンなので、時間やスタミナがある際にぜひ地道にクリアしていきたいところですね。ちなみに私は現在半分ほどのクリアとなっており、チャレンジダンジョンは動画として投稿できればいいなと思っております。その際はどうぞよろしくお願いいたします。それではタマドラ予報です。今日から来週の金曜日にかけて友情ガチャからタマドラが排出されるでしょう。基本的にはベビータマドラが排出されますが、場合によってはタマドラも排出されるとのことです。以上、誰のためにもならない今週のニュースでした。またいつかお会いしましょう。さようなら。